ございます。冬物モダンダンゴラボラトリバンドマスターのひかりんです。本日はメロディーパレットの福田薫先生にお越しいただいております。おはようございます。おはようございます。福田先生、今日は、はい、初めましてということなんですけれども、はいはい、今度、9月10日の金曜日の、7時半開演で、吹田のメイシアターショーホールですね、はいはい、ショーホールでジョイントコンサートすることになりました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみですね、はい、なんか全然初対面なんですけど、そうなんです、はい、なんかお声掛けいただいて、すごい光栄だと私は思っているので、はい、でメインシアターって出たことなくて、はい、あ、そうなんですね。あのバレエの発表会に出たことがあるんですよ、はい、で、あのショーホールってショーホールはショーホールなんですね。あれ地下に潜っていくところですかね。地下ではないんですけど、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、本当にもうなんかあの椅子もちょっとこうなベンチスケースみたいな感じで、キャパも300人ぐらいで、はいはい、まあ、メイシアターの中では本当、まあ、一番小さい方なんですけど、そうなんですね、私もそこ小さい時にピアノの発表会とか出たりとかがあったりとかして、まあ、結構思い出深いホールでもあるので。そうなんですね、はい、じゃあ、そこで50名で、演奏会をさせていただくということなんです、まあ、コロナの、ね、感染対策も持ちながらやるということなんですが、はい、そしたら結構人がいるような状況になりますか、50人。そうですね、結構キャパ的には、まあ、見た目、あ、結構入ってるかなっていう、満席になったら、割とお客さんの他もはっきり見える。なるほど、楽しみですね。はい、すごい楽しみです。ちなみになんですけど、はい、こうクレモノは一体どこでお尻になられたんですかね。そうですね、はい、私は本当に、はい、あの実はテレビで、はい、まあ、とあるなんとかテレビさんの、人間国宝っていう、隣の人間国宝さん、あの、なんとかテレビの、はい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 、でそこで、はい、ちょっと本当に何気にテレビをつけたときに、はいはい、ちょっとそこで初めて拝見させていただきまして、はい、でも私もちょっとまあ音楽をやっているという関係で、はいはい、ちょっと興味津々で見せていただいてあ、テレビの中の人みたいな。そうだから本当に私にとったらもう、あ、テレビの中の人興味できるみたいな。そんなありがたないんですけど、いやいや、本当にそんな感じで、はいはいはい、なんかポスターもあの駅で作家さんが見ていただいたということで、独自公演で、はいはいはい、見たことがあって、そうですか、あの会社出たとこですね。あ、そうです、ね、はい、はい、豪華ある、そうなんです、ポスターありがとう。服部緑地の演奏会ですね、はいはい、2019年に、9月にさせてもらった時の、はい、チラシを見ていただいたと思うんですけど、今度はね、あの8月にまたやるんですよ、はい、なんでまたあそこで貼ってると思って、ぜひぜひ行かせていただきます。ありがとうございます、よろしくお願いします。楽しみですね、はい、じゃメロディーパレットさんはどんな編成で演奏されるんですか。そうですね、私、はい、バイオリンとフルートと、はいはい、フルートクラリネットと、はい、で私伴奏でピアノをさせて、はい、先生ピアノを弾く、そうです、ピアニストなんですね、はい、先生ちなみに好きな作曲家は、作曲家ですか、はい、私はね、ドビュッシーとかが好きです。ああ、そうですか、はい、なるほど。今度そのどんな曲をされるんですか。今度はですね、はい、まあ、一応9月なんで、うん、まあ、まだ10日だったら、はいはいはい、まあ、ちょっとまだ暑いかもしれないんですけど、そうですね、9月ということで、そうですね、まあ、秋ですね、こういう風に、はい、はい、秋をテーマに、はい、あの演奏させていくんですけど、はい、まあ、運動会のシーズンであったりするので。そうですね、運動会ね、はい、で結構かけっこの曲みたいな。あ、そうです、あのちょっとちゃんとくしこそこそそれとちゃんちゃんちょっとちょっと天国の地獄とか、あとはクラシックとかはあのチャイコフスキーから、チャイコ、はい、はい、チャイコフスキー四季から秋の歌っていうの、はい、これは実は10月の曲なんですけど、そんなのがあるんですね。そうなんですよ、全然知らないんですけれども、はい、チャイコフスキーもされるんですね。あ、好きなんですか。実は今回私たち初挑戦なんです、ね、はい、ちなみに楽曲っていうのは、先生がこう提案されるか。あ、そうですね、一応、うん、まあ、大体テーマを決めて、うん、今回はまあ秋だったので、はいはいはい、まあ、何曲かこうクラシックありの文部省唱歌ありの、文部省唱歌モミジとか、モミジとかもあるし、ね、うん、あ、それはもうめっちゃ喜ばれますね、はい、あとまあ、はい、あの昔の、まあ、昔っていうか歌謡曲っていう、あ、はい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 、そういうジャンルから、はい、幅広くジャンルを持って、はい、そこから、まあ、ま
秋なのでっていう感じで大体こう思い浮かんだ曲をメンバーに投げて、今回これでいきたいんですけどどうですか、みたいな、はいはいはい、あ、先生結構下からいくかなって思ってまた概要欄見ていただいたらいいと思うんですけどもあのね、こう結構いい感じのアーシャが上がっているんですけど全然なんかリーダー格じゃないですか、この写真見る限り。あ、そうだったね。じゃあ実は、まあ、年だけはグーンと上なんですけど、いや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 、そんなふうに見えないですよ。ほんとですもん。じゃあもうみんな結構あやってあげてもいいですよぐらいの。あ、そうですね。マジですか。一応なんかやっぱりグーンなんで、はい、一応代表なんで一応代表なんではいはいはいみたいな、いろいろまあ意見は言ってくれるんですけど、はいはい、その中で、まあ、それいいと思います。なるほど。という感じで皆さん、いい返事を。あ、じゃあ 何曲ぐらいやるんですか、9月10日は。何曲ぐらいですかね。結構がっつりやる。そうですね、まあ、1曲ずつがちょっと短いなんで。先生、トークはトークある。いや、実は今本さんに、あ、今本さん、主催の、主催の今本さんに、はい、トークはちょっと短めに。やばっ。ちょっとクレモナはトークメインでやるつもり。そうなんですか。いや、私もだからいろんなイベントとか行ったら結構曲感で割と喋ってるんで、なのでそこ今回トーク少なめかみたいな。あのクレモナのお客さん、私あの見たことある方はですね、あのベラベラ喋りすぎてあの時間オーバーになるっていうパターンを何回も見てるので、でも私ちょっと頑張りますね。そういうのが好きです。トークこどんなお客さんに来ていただきたいですか。そうですね、吹田市内の方中心になりますかね。まだ中心、吹田、うんうん、でね、やっぱりちょっと宣伝させていただくということになるので吹田、はいはいね、まあ、市民の方が多いかなと思いますけど、うんうんうん、でももう本当にあのビデオとかで、ね、はいはい、後で見ていただくこともできますし、そうそうそう、今回、配信をする予定なんですよ。はい、あの吹田以外の皆さんで、うん、あのまあ、そこに来られない皆さんもたくさんおられますでしょうから、はいはい、配信をするということです。配信もあるチケット制でやるというふうになってましたので、まあ、それも概要欄にあの全部貼り付けておきますので、ぜひ、ね、9月10日以降はね、はい、見てもらえたら、アーカイブ配信するんですよね、多分ね、はい、ライブだけじゃないですね。はい、はい、まあ、今風ですよね。今風ですよね、アーカイブ配信とかっていらっしゃるね。ね、本当そうですよね。やっぱコロナですけど先生も大変ですか、うん、どんな感じですか。そうですね、うん、やっぱり、まあ、ちょっと教室とかもさせてもらってるので、ちょっとやっぱり緊急事態宣言中は ね、お休みにしないといけない部分もあるんですよね。はい、はい、はい、なるほど、ました。はい、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 じゃあもう先生、今回の9月10日は前向きな感じで、はい、はい、いや、まあ、あのね、今回のタイトルはミューズなんでね、そうです、音楽の女神様なんで、私たちはね、ありがたさを、はい、こう前面に押し出してやるということで、はい、まあ、先生が一番ありがたいということで、怒って、9月10日に向けて、じゃあ、はい、お客様にぜひメッセージをお願いします。はい、はい、私たちあの本当にもう光栄なことに、全然ですよ、本当に本当にそうなんです、させていただくこともなりまして、はい、そうですね、あの、まあ、曲も歌謡曲アリーノ、クラシックアリーノ、はい、文部省唱歌アリーノ、結構あのジャンルをね、広めにそうです、ね、はい、楽しんでいただけるかと思っておりますので、はい、本当にもう小さいお子様から、はい、おじいちゃんおばあちゃんまで、はい、あの幅広いみんなでね、そうですね、欲しいですね、はい、もう本当に皆さんで来ていただきたいと思います。はい、はいはい、頑張って練習して頑張ります、頑張って練習するって言いました。先生、自信持っていきますよ、はい、もちろん演奏も頑張ります。はい、それではいってらっしゃい。いってらっしゃい。